東京高等師範学校は1886年4月、東京市管楽に設立された官立の高等、師範学校である。略称は東京講師。この項目では、その前身であり、1872年に設立された師範学校についても扱う。1887年改築の高等、師範学校校舎1886年4月。 日本初の中等教員養成機関、高等師範学校として設立され、1902年4月、東京高等師範学校に改称された。その前身は、日本で最初に設立された管理の教員養成機関、師範学校である。1929年4月、東京講師の大学昇格運動の結果、旧正大学たる東京文理科大学が設立されると、 その不置機関となった。修行年限3年で学科としては、文科、理科、体育科が設置され、付属学校として、付属小学校、付属中学校なども付設された。廃止時には、広島、金沢、岡崎と並ぶ管理四ヨ講師の一つであった。設立当初から、教育の総本山と称され、長らく、広島講師とともに、近代日本の中東教育会に、 大きな影響力を有する存在であり続け、また長期にわたり、校長を務めた、加納寺五郎の下で、日本の学生スポーツ乱象の場となったことでも、知られている。戦後の学生改革により、1949年5月、新生東京教育大学が発足すると、旧生東京分理科大学及び、旧生専門学校たる旧生東京農業、教育専門学校、 旧制東京体育専門学校とともに、同大学に包括されて、その教育学部などの構成母体となり、1952年廃止。東京講師の付属小、付属中学は、それぞれ東京大の付属小学校及び付属中学校、高等学校となった。また、もともと東京講師の同窓会として結成された、妙形会は、 東京講師を継承する東京分離大、東京大、筑波大の共通の同窓会となっている。1872年5月、湯島聖堂の地に設置された文部省は、学生交付に先立ち、近代教育の担い手となるべき教員の育成を重視し、全員に、小学教師共同上を混流するの伺いを提出した。このうかがいが員による認可を受けたことで、 同年7月4日、市販学校が東京府下に設立されることが決定され、同時に生徒募集が広く二つされた。学生交付後の9月に諸葛信住を初代校長として開校された市販学校は、市販教育に詳しいアメリカ人教育者 MM スコットを教員に招聘し、教員、教具すべてをアメリカから取り寄せたのみならず、 アメリカの小学校の教授方法をそのまま導入して、小学校教員の養成を進めた。この時期の市販学校は、日本最初の教員養成機関として、将来全国に設立されるべき、教員養成機関のモデルケースとしての役割を果たし、校内、編集局による全国の小学校で使用される、新たな教科書の編纂、全国の小学校の教則の判例となるべき、 小学教則の編成などが行われた。また、開校翌年の1873年7月に送り出された第1回の市範学校卒業生は、各府県の教員養成機関の訓導あるいは、府県庁の学務担当理員となって新たな教授法、教育課程を全国に普及させることに尽力した。また、同時期に初めて設立された練習小学校も、 新しい教授法を実験、練習するための施設であると同時に、全国に設立されつつある小学校のモデル校ともなった。1873年8月、東京以外の6大学区にも、管理地師範学校が設立されると、東京の師範学校は、東京師範学校と改称した。この時期になると、全国的な小学校教員の要請も、ようやく軌道に乗り、 米人教師スコットが辞任した後は原則として日本人教師が教授することとなった。次には小学校に接続する中等学校の教員に対する社会的需要が高まってきたことを受け、1875年8月には東京市販学校に中等教員養成のための中学市販学科が設置された。そして1878年までに東京、 東京女子以外の管理師範学校6校が西南戦争時の財政難により廃校に追い込まれ、小学教員の要請が不県立師範学校に担われるようになると東京師範学校は次第に中等学校教員の養成期間へと変化していくこととなった。しかしその一方で新しい小学校教育法の導入も続けられ、1878年に 師範教育研究のためのアメリカ留学から帰国した伊沢修司、高根秀夫らを中心にペスタロッチ主義による教育方法の普及が1882年から翌1883年にかけての小学師範学科教職員講習を通じて行われた。1885年には東京女子師範学校を統合して女子部都市。 東京市範は全国唯一の管理市範学校となるに至った。東京講師創立40年記念式、東京文理科大学府知事代の東京高等、市範学校、両校が共有していた大塚ーチは、戦後の東京教育大学本部キャンパス時代を経て、現在は筑波大学東京キャンパス、文教校舎及び教育の森公園となっている。 1886年4月の市範学校令により、尋常市範学校と区別される、高等市範学校が制度化されると、東京市範学校は、高等市範学校へと改称、改称されて、全国唯一の高等市範学校となり、初代校長には、現役の陸軍軍人であった、山川博士が就任した。この学校は、文部大臣管轄下で国費によって運営される、 管理学校であり、小学校教員の要請にあたる尋常師範学校の校長、教員の要請を中心に、中等学校教員要請を担うものとされた。同年10月には学科などの制度が規定され、修行年限3年で尋常師範学校卒業者を対象とする男子師範学科、修行年限4年で尋常師範学校、第二学年修了者を対象とする。 女子主犯学科からなるものとされたが、校舎は1890年に女子高等師範学校として分離独立した。また同時に、生徒募集、学科構成、卒業生の服役義務などは、文部大臣が定めるところによるものとされ、高等師範学校の運営は、他の尋常師範とともに、国家の強力な支配のもとに置かれることとなり、この結果、講師は、 山川校長のもとで、中空愛国教育の推進のようとして、寄宿舎生活から服装に至るまで、完全に軍隊化された。さらに、市販学校令に代わる、市販教育令交付に基づき、講師は、市販学校、尋常中学校、高等女学校など広く中等学校全般の教員養成機関として位置づけられるようになり、これにふさわしい学科、家庭が整備された。 これ以降、本校は全国の中等学校に教員を供給し続け、1882年に発足した同窓会、病経会を通じ戦前期の中等教育会に大きな影響を及ぼすこととなった。1902年、第二の管理講師が広島に設立されると高等、市販学校は東京高等市販学校と解消、1911年には広島を含む 講師卒業者を対象とする専攻課が設置された。また1890年以降1920年に至るまで3度にわたり、校長に就任した加納オ五郎の下で軍隊化方針が一部緩和されスポーツ活動を通じた人材育成が進められた結果、日本の学生スポーツ乱象の場となり、特に第一次大戦後に日本のスポーツが 世界に飛躍していく基礎が築かれることになった。1918年の大学令の制定以降、第一次世界大戦後の政府の高等教育拡充政策の中で、多くの高等教育機関が大学への昇格を果たす。中、東京講師においても、交友会が、個人はすでに忍ぶべきを忍びたたうべきをこらえたり、今や我らは怒りて、視力を尽くして、目的の貫徹に、 ストム・ムるのみと宣言し、教授会、病経会と連携し、教育尊重、精神文化の専用をスローガンに掲げ大学、昇格運動が高揚した。1945年5月の東京大空襲により、門中だけとなった東京講師大塚校舎この結果、講師専攻家を母体として、官立短科大学が設立されることとなり、1929年、 東京文理科大学として発足したが、この際、政府や議会の審議で、教員要請を専門とする、市販大学科、あるいは研究に重点を置く、単科大学科について論争が生じ、結局校舎の意見が、通り文理学部のみを置く、文理科大学として実現を見たという経緯があった。したがって、東京講師は、東京文理科大学に昇格したのではなく、文理大に、 口されるという形でそのまま存続したため、このことはその後の講師と分離大との関係に微妙な影を落とすこととなった。さらにこの時期には、各府県の市販学校の本科に中等教員養成のための第二部が設置されるようになり、また大学令によって大学に昇格した市学においても同様の高等市販部の設置が認められ、これらが拡充整備されるに伴って、 中等学校教員養成機関としての東京講師の比重は相対的に低下せざるを得ず、1929年以降の大恐慌の中で生じた財政難を理由に、東京講師と東京分離大はしばしば文部省サイドからの廃止論に直面することとなった。こうした状況を打開するため、講師及び名警会は分離大をフランスのエコール・ノル・マルに反を取った。 師範大学に改編するようたびたび運動したが、これは研究を重視する分離大との対立を生じることとなった。また1932年、講師の3年修了者にも大学進学が認められると、以降講師は分離大の予科化の傾向をたどった。第二次世界大戦後、講師、分離大を中心に、その他の教員養成機関との統合により、 新生大学が設置されることが決まると、新設されるべき大学におけるイニシアティブを、めぐり旅行の構想が再燃した。すなわち分離大が、一般教養と、教職的教養を両立する、分離科大学構想を掲げたのに対し、講師は新大学を教員養成の最高機関とする、教育大学構想を打ち出して、東京農業教育専門学校、東京体育専門学校と連合し、 両者もに譲らず、このような対立構想が、新たに発足した東京教育大学の初期の大学運営に大きく影響することとなった。1949年5月、新生東京教育大学の発足とともに、講師は同行に包括され、1952年、名実もに廃止となった。東京講師とホブイン、加ノオジゴ校長、カニ特部長、カナグリ43、 渋谷と清光らの姿が見える。西立本校の解消に伴う付属校名の解消は省略。東京高等支配学校付属中学校、諸葛の伏山川博士、軍籍のまま校長に就任、加納おじ五郎三期にわたり久しく校長の任にあった、大塚校舎1872年、師範学校として設立された際、東京深湯島の小平校の敷地、 校舎を使用していたが、1903年、松平大学頭邸の跡地であった大塚に移転し、童邸の名園であった、占い春英は、校内の憩いの地として親しまれ、校長、加納寺五郎の銅像が混流された。東京校舎の大塚校地は、後進校たる新生東京教育大学の本部キャンパスとして継承され、同キャンパスは、 東京大の筑波大学への改編以降、筑波大の東京キャンパス、大塚地区や教育の森公園として整備された。付属学校は、発足時には湯島の東京市範学校内に置かれたが、1890年には一橋に移転し、1904年から1909年にかけて東京講師の大塚新校地に再び統合された。 その後、付属中学のみ1940年に、小石川区大塚町56の新校舎に移転。両校は、東京講師を引き継ぐ東京京大の筑波大への改組、一転を経た後も従来からの大塚の校地に泊まっており、戦術の占い主演及び加納事語老像も付属所の敷地内に残されている。東京高等師範学校では、授業料が無料だった。また、 政府から金銭が支給された。その代わりに、卒業後は、旧正中学、高等女学校や市範学校などの教員になる義務があった。しかも、所定の年数は教員を辞めてはいけなかった。帝国大学の授業料を払えない、貧困家庭の優秀な人材が、授業料無料の高等市範学校に集まった。最終的に教員を目指さない者は、まず、 東京高等師範学校に入学、卒業し、教員として、所定の年限を務め終えてから、帝国大学に入学、卒業して、在会などで活躍した。例えば、東急グループの実質的創始者、後藤啓太などである。もちろん、そのようなものは極めて少数であり、東京高等師範学校は、在会ではほとんど勢力がなかった。その反面、 教育界では一番の勢力となった。昭和12年時点で中等教育機関の校長の68.4%は高等師範卒だが帝国大学卒は16.7%である。ありがとうございます。